かい。どうもこんにちは、今回はですね、結構大型のものなんですけども、寝袋とエアマットです。こちらはですね、ファミリーキャンプギアという新しいメーカーなんですけども、エアマットと寝袋、これを融合させたものを販売するということで、サンプルをですね、ご提供いただいたものになります。よし、やろう。じゃあこれをどうしていくのがいいのかな。とりあえず、ここに紐があるんで紐外していこうか。うん。紐外す。そう、これかもしれない。これをまず緩める必要があるのかな。これを緩めて、これで外れるようになったね。うん、よし、そっちも外してください。こっちでいいかな。これはでかいよ。なんかあれ、こんな感じになったの。結構でっかい。とりあえずは出してみよう。これが、あ、これが寝袋か。寝袋じゃない、エアマットか。こっちが寝袋なんですか。なんかこんなに大きいの。よし、でかよし、とりあえず寝袋広げてみようか。でかでかめっちゃくちゃでっかいやん。めちゃめちゃでかい。これ、どれぐらい入れるんだろう。これね、4人用だって。4人？わ、すげえ。え？横いっぱいだね。うん、横いっぱいに広がる。やばいやん。これでキャンプ行った時、テントでっかい。そうね、でっかいテントじゃないとこれは合わんかな。うん、そうか、でかいな、マジで。これすごいね。え？へえ、入りたくなった。入りたくなってきた。一回入ってみる。うん、頭から。いやいや、頭からじゃなくて足からね。足から入って、うん、何？すごいね、これ、うん、これね、うん、寝袋めちゃめちゃでかいじゃん。うん、でなんでここまででかいかっていうと、うん、キャンプに行って、うん、寝袋で寝るじゃん。うん、寝袋で寝るときに母ちゃんと一緒に寝たりとかあったりするでしょう。うん、でも寝袋って一人でしょう。うん、一緒に寝られんじゃん。横には寝られるけど、うん、でもこれだったら中入って家族4人で並んで寝られるってこと。じゃあ一人余るやん。父ちゃんが余るね。そう、父ちゃん余るんだけど、まあ、父ちゃん一人でもいいけど、でも子供たちはお母さんと一緒に寝たかったりするだろう。例えば家族4人とか5人とか、まあ、3人でもいいんですけど、一緒にキャンプに行った時に、まあ、子供さんがね結構大きければいいんですけど、この高脇くんぐらいのね、これぐらいの年齢とかもうちょっとちっちゃい子だと一人で寝袋に寝るっていうのがね、なかなか寂しくてできなかったりとか、あとはそのお母さんとかお父さんが子供が心配でなかなか一緒に寝てあげたいんだけど寝られないってことがあると思うんですけど、これだけ広かったらね、余裕よ。余裕。父ちゃんも入ってみようか。ちょっとどれだけ下行くかちょっと試してみる。試してみる。なんだろう。ここだよ、ここだよ。大人一人でね、ここ余裕なんですけど、大人三人でも行けそうですね。大人三人、子供だったら多分4人5人平気で行けるんじゃないかな。ちょっと試したいね、これは。うん、で、まあ寝袋はこれでいいとするんでしょう。ちょっと寝袋また後でゆっくり見るんだけど、これを今度はエアマット、うん、これで付属してるのが、高木くんもちょっとこれ持ってくれるかな。おっとっとっと、これなんですけども2つついてます。ちょっとこれ開けてみようか。うん、ね、なんかついてきたね。まあ、このね写真見てわかる通り、いわゆる足踏み式のエアマットですね。
それの2人用分どういう分オッケー。これタバックも知っとるよね。これを開けて、うん、開けてで、開けた状態で踏んでいく。もう入らんくなってきたんだね。こんなもんやろ。よし、さあ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 、よし、うん、そしたら今度はね、これをこっちがあるからこれで合体させていこうや、うん、ちょっと力が入ってたもんね、指の。今度はここにね、寝袋を乗せていくよ。寝袋、よいしょ、うん、このデカボつか、デカボつか、よし、こうか。父ちゃんとしては、うん、これ上に乗っとった方がいいと思うんだけど、一回ちょっと入ってみるか、これ、うん、なんか寝るんです、これ。枕があるし、ね、枕があるけど安いよ。いや、けど、あの白い枕の方がいいって。あー、いつも使ってるやつね。うん、いつも使ってる方が出やすいって。よし、ちょっとやだな、寝っ転がってみます。ちょっと、だいぶいいんじゃないですか。ボーンってできる。今度は、うん、この中に入れるパターンね。中に入れるパターンってのをやってみようか。うん、これは、エアマット。エアマットと寝袋。まあ、別個に使うことも当然できます。当然できるし、寝袋どけて、エアマット2つだけで使うっていう。二人用のエアマットだけ使うっていう手もあるし、そうだね。使い方いろいろあるかな。よし。こっち側から入れてってくれる？うん。中にどんどん。あ、そっか、これ開いたね。これを開いて、よいしょ、そうだ、これ中に入れます。あ、枕が4個しかない。ということは父ちゃん一緒に寝られません。まあいいや、まあいいや。ちょっとね、大きすぎてカメラに全部映るかどうか分かんないんですが、すごいね、これ。うん、完成です広いよ、これ。まあ、距離残るけど。まあ、父ちゃんがね。ね、白いのに一人残る。白いテント、変わんないテント。ね、そういうね、欠点はあると思う。これすごく広くていいんだけど、うん、これが入るテントよね。これが入るテントがあって、初めて意味があると思うから。あれは、最近キャンプ行ったじゃん。あの、でっかいテント。白いやつ。うん。うん、あれなら入りそうじゃない？けど、なんか、こぼしたら、ん？あ、食べ物とか？うん、そうか。そう、だからですね、まあ、汚したりしてしまう可能性もあると思うので、まあ、できれば寝室と、生活する、ご飯とか食べる部屋が分かれてるテント、ツールームテントとかですよね。そういう方が、これは向いてるのかもしれないですね。ただ、寝室はこれ1個あれば全部、うん、ほぼ全部賄えると思うので、子供連れにとってはかなりいいもんなんじゃないでしょうかね。
で何よりもね、キャンプ行くと、まあ、一緒に寝るのは諦めてるっていう人が多いと思うんですけど、まあ、これであれば一緒にねこうやって寝ることができますんで、シーマと寝るのは諦めてる仕切りがない感じっていうのは、まあ、家の布団でもなかなかないよね。二人では一緒に寝たりするけど、みんなで一緒にっていうのはないもんね。うん、そういう意味じゃなかなかあの普段でもできない経験ができるエアマットということで、エアマットと寝袋かということでいいんじゃないでしょうか。頭から入ってみる。はい、どうぞ。まあね、今ね、こんな感じで、結構ね、たこ焼きくんね、暴れたよね、この中で、うん、暴れたけど、これ動かないですよ。やっぱりあの、繋がってるっていうのもあるし、ある程度の重さがあるので、あんだけ暴れても動かんっていうのはすごいね、うん、じゃあ、暴れてみようか分かった。で、あとね、これ、テントで使うのももちろんいいんですけど、例えば来客とかですよね。来客とかがあった時に、子供の友達とかが、泊まりに来たとかいう時とか、これいいんじゃないでしょうか。一緒に寝られるっていうのもね、あるし。で、あとはね、コテージとか。で、これはね、僕経験があるんですけど、コテージとかってね、布団が備え付けてあったりします。だけど、その布団がね、ちょっとちゃんと干されてないのか、何なのか、すごいね、ハウスダストがすごくて、寝てる時にね、もうくしゃみとか鼻水が止まんないっていう経験がありました。で、そういうのを回避するのにもですね、これだけの大きな寝袋とエアマットがあれば、まあ、家族全員寝れますんで、まあ、例えばその家族の中で、そのハウスダストに弱い人とか、鼻炎持ちの人とかってね、いると思うんですけど、そういう人にも優しいんじゃないかなと思います。お父ちゃん、この間にティッシュできるよ。あ、ティッシュ OK だね。うん。そしたら父ちゃん夜中くしゃみしても大丈夫や。うん。うるさいくしゃみ。暴れていいよ。暴れていいじゃないと。よし、暴れてごらん。この通り、全然動きません。で、この寝袋なんですが、ですね、寝袋のファスナーですよね。ファスナーがどこにあるかっていうと、このね、サイドにはありません。あるのが、この真ん中ですね。真ん中。じゃあ、たこ焼きくん、ここを、ビーッとやってみてください。当てる。そうそう、開けてみよう。ちょ、当てる。そうね、これ開けようか。で、ここダブルファスナーになってますんで、最後が開くという作りになってます。で、この寝袋とエアマットなんですが、一番進化を発揮するのはやっぱり4人寝た時だと思いますので、ちょっとね、子供たちを呼んできます。やったー、やったー、なんすごい、わー、すごい、すごい広いよ。頑張ってるよ、メガネ忘れた。そうそう、ちょっと待って、キャプさん、その後でいいよ。カイちゃん、カイちゃん、カイちゃん、そこ泣いて。え、いいじゃん、いいじゃん、カイちゃん、じゃあカイちゃん、よし、じゃあこれをファスナーを閉めてもらおう。はいはい、ソロの隣行く。こうすれば、こうすれば、待ってね。たぶん、これでモンちゃんと隣に父ちゃんが来たら、いや、父ちゃんのね、でも父ちゃんのいびきうるさい。確かに。いや、そんなこと言わないね。これ、でも、4人用じゃけさ、うん、みんなそれぞれの枕のところに寝ると、動画的に多分。そうだね。あ、じゃあ、ちょっととりあえず4人。そして。そう、なんかね、これってその中で暴れたりとか寝相が悪かったりとかしたら、なんかこう、ずれそうじゃん。でも意外とずれんよね。ずれてないね。たぶんよ、すごい、すごい、
寝れるね。なんで？広いけ。うん。え、それ4人やもん。一応ね、だけど5人で寝ようと思ったら寝れると思う。父ちゃん入ってみようか。入ってみようよ。だって多分寝れるよ。あ、じゃあここに枕置くと。そうそうそう、枕置いたら。ちょっと待って。だって広いもん。ちょっと入ってみますよ。はい。なんか頭が痛くな。もう慣れた。慣れたね、よいしょ。じゃあもっちゃん枕なしで行くわ。え、でもちゃんと、お、これで2人じゃ寝れるね。余裕で寝れるじゃん。余裕。ほら、ミニーちゃんは枕でやってください、ちゃんと。はい、そうだった。みんなに見られる。たこ焼きは枕なしで。母ちゃんの腕枕してあげるけど。いいなぁ。あ、じゃあミニーちゃん。ミニーちゃんここで。しんちゃんの、おじいちゃんのやつの人。そう、ちなみにね、これはね、うん、ね、確かね、一応は0度まで大丈夫みたいな。そうなん。うん、で、まあ、0度までっていうことは多分4度か5度ぐらいが多分快適なんかなと思うけど、うん、あれすぎー。で、これってね、てかご飯、例えばキャンプ場とか行って使ってもええし、 あとは例えばお友達が泊まりに来るとか、あ、そういう時とかもええよね。そうじゃね。こんな作りとしてはね、これ2人用のエアマットがあって、これ足踏み式のやつね。おー、これが真ん中でつながっとるから。キャラメルか。はいはい、ここで、うん、で、これは要はね、エアマットをこの寝袋の中に入れとる感じなのね。だから逆に、エアマットを敷いてこの寝袋をやるんでもいいだろうし、まあ、なんならこのエアマットだけで使ってもいいかなと思う。ああ、なるほどね。うん。わ、ワバレなんだけど。調子に乗ったらそんなに。わ、めっちゃワバレだ。まあ寝相悪くても大丈夫ですね、これから。そうそう。ちなみにこれ半分で使うことはできる。半分ではね、使えないかな。そうそう。まあ、これがさらに半分になったらもっと良かったんだけど、多分そしたらね、背中の方に当たるんだと思う、このチャックが。でけえ、多分そういう作りにはできんかったんかなとは思うね。みんななんでそこに固まっとるの。いや、はい、まあそんな感じでですね、このエアマットと寝袋、寝心地は悪くはなかったよね、きっと、うん、ね、うん、新しくね、これが発売されるということなので、気になる方はですね、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。それでは